はい、えー、お疲れ様です。今年の出生数が過去最小ペースで危機的状況だというふうに松野官房長官は言われてますけども、私に言わせれば、いや、お前が危機的状況だよってことですよね。ということで記事を読んでいきたいと思います。松野官房長官は今年の9月までの出生数が調査開始以来最も少なかった昨年を下回っていることについて、危機的状況であるとの認識を他人事のように示しました。顔もね、なんか他人事なんですよ、この人ね。 うん、厚生労働省が発表した速報値では今年1月から9月までの累計の出生数は59万人で、えー、調査以来最も少なかったということでございます、えー、とこういった声も寄せられています調査開始以来最も少なかった昨年の出生数を下回るペースとなっており危機的状況であると認識しています だからどうしたってことなんですよ。危機的状況って今気づいたのかって30年前から予見していたことでしょってじゃあそのための少子高齢化対策立てたんですかってことは立ててないわけですよ。むしろどん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 財政の方を膨らましておいてその膨らんだお金を自分と自分の利権団体に流すことに精一杯で。 じゃあ子供なんてね育てようって思わないですよ。だって世の中不景気になっちゃって消費税上がって、えー、国民負担率がね、もう50%で迫る勢いでしょ。とてもじゃないけども、自分の面倒を見るのを精一杯で派遣社員。 手取り14万。それが10年続いて、20年続いて、将来見えない中で、それこそね、自分も食っていけない中で、子供を育てようっていう時間とか気力とかお金ないですよね。それを奪ってきたのは誰なんだってことですよ。危機的な状況と言えるんだったら、自民党が危機的状況ですよ。この状況に手をこまねいて待っていて、拉致の問題も全然解決,解決していないですし、国防のことも全然やっていないというね。一体何が起きてるんでしょうかね。松野官房長官ね、ぼーっとこんな顔でいつも立ってますけども。うん もう「あんたじゃなくてもいいでしょ」ってこういうふうな危機的状況であると認識していますっていやお前に言われるまでもないと <laughs> 危機的状況であるという認識を今更示しているお前が危機的状況だよってことですよね。